オリバー・ソルベルグはスウェーデンのラリードライバー。父は2003年の世界ラリー選手権と2014年、2015年の世界ラリークロス選手権の王者のペター・ソルベルグ。おじはその兄であるヘニング・ソルベルグ。父が WRC 王者であるペター・ソルベルグ。母がノルウェー選手権のチャンピオンという一家の長男として生まれたソルベルグはモナコで過ごした後。 8歳の頃からスウェーデンに移住する。ラリーデビューは2017年からで、免許の必要がないラトビアのジュニアラリー選手権に、プジョー 208R2 から参戦し、総合ランキング2位という好成績を残している。2019年の FIA 主催のバルティックラリー選手権とラトビアラリー選手権では、フォルクスワーゲンポロ辞典を借り、両タイトルを獲得した。 ヨーロッパラリー選手権にも初出場ながら、父譲りのドライビングスタイルを発揮し、優勝を見事に手にした。さらにこの年は、ペターと WRC のウェールズラリーギガバイトに、スポット参戦したが、3日目に行われたパワーステージでアクシデントのためリタイアした。2020年もフォルクスワーゲンポのジェッター5で開幕戦に出場。 またサポートカでゴリの一つである WRC3 には、スウェーデンから参戦し、総合5位とまずまずのスタートを切った。その後第4戦エストニアで、WRC3 初優勝を達成、総合でも9位と、WRC 初ポイントを獲得した。最終的に、WRC3 でのランキングは4位となった。並行して、ヨーロッパラリー選手権にもフル参戦し、 前年に続く2勝目を飾り年間ランキングにアーク1ジュニアでチャンピオンを獲得し大躍進した。2021年はヒュンダイから WRC2 に参戦。第2戦、アークティックラリーでは移籍2戦目にもかかわらずセカンドチームのヒュンダイに C コンペティションからヒュンダイアイ29ペ、WRC をドライブすることとなった。このラリーではパートナーのアーロン・ジョンストンが コロナ検査で陽性だったため欠場、急遽、クリス・ミリークの、小ドライバーであるセバスチャン・マーシャルと代役で組むこととなった。初 WR カーにもかかわらず、SS3 で3番手タイムをマークし、その後も父親譲りの派手なドライビングで、高タイムを連発、最終 SS ではスピンを喫し順位を一つ落とすが7位に、入り WR カーデビュー戦とは思えない、速さを、 世界中に知らしめた。シーズン進行中、オリバー・ソルベルグ・キュート・アイ・ウェールズ、メン・スベンスク、ノルスク・キャンプ・オム・ガルキャルベン。2019年10月28日へ閲覧。オリバー・ソルベルグがバルチックとラトビアの W タイトルを獲得。 スポーツブル、https コロンスラッシュスラッシュ sportsbull.jp スラッシュ p スラッシュ610121スラッシュ2020年4月10日閲覧。オリバー・ソルベルグがモンテカルロに参戦。2020年4月23日閲覧。AB、ラリー・クロス、ペター・ソルベルグの長男オリバー、さらなる高みへ。モンスター・エナジー。 https www.monsternagy.com j p j a ニュースインタビューレベルアップウィズオリバー・ソルベルグ2020年4月10日閲覧オリバー・ソルベルグ主催の e スポーツシリーズ1万1000人以上を集めて初戦モンテカルロが終了2020年4月23日閲覧ありがとうございます